じ？これなんだろう。すごいね、これは。あ、インディアンだけどね。あこの中に日比谷の音楽堂、あ、これいた。あ、やっぱりいますよ。います、ね、いた、いた。手挙げてもらえ。手挙げてもらえ。全員が、行ったのか。全員ですね。すごいね。どうだった？最高。最高？最高。最高です。何が？全部。あ、全部。あ、全部はね。やっぱり男の子のファンがいっぱい多い。中には、あの女の子のファンも。うん。これ男の子たち、おーって、どういう気持ちします？うん。初めはすごいもうびっくりしたんですけど、今はもうびっくりしてる。あ、そう。これコンサートをやるとどういうところが楽しいですか？コンサートの楽しさ。やっぱりあのテレビとかラジオの収録だけでお時間に皆さんと、うん、あの触れ合う機会がないんで、うん、あのコンサートだったらあのこう直子ちゃんって言われたらすぐにこう答えられるっていう、うん、あの本当になんか皆さんとの触れ合いみたいなのを感じてね。そういうとこ楽しい。はい。なかなかね、言えませんね。言うことですよ、本当に。はい、行きましょう。はい、じゃあ第5問目ですよ。頑張ってくださいよ。じゃあ第5問いきますよ。さっき3つの中から1つ選んでもらいましたけど、今度も3つの中から1つ選んでください。はい。なおこちゃんいつも物静かなんですが、うん、隣近所がびっくり仰天するような大きな音を発することがあるんだそうでありまして、うん、それは一体何か。うん、1番、はい、妻が揺れるほど、うわ豪傑笑いをする。うん、1番、はい、障子の破れるような、ヘクシューン、ハクション。うん、2番、それから3番目、扉がぶっ飛ぶほどの凄まじい、ブー、おなら。おなら、はい、はい、わかりました。はい、1、3、それだ。さあ、1番は高血笑い、2番が、あ、くしゃみ、いいですか。3番が、おならということになっておりますが、ちょっと、いいですか。ちょっと、いい、あ、また何か言ってるような感じですかね。1番、ちょっと。それも2番を通り越して3番に1人で入っております。3番はナオコちゃんのおなら。はあはあ、お前本当に不安か、お前は本当に不安か。おならが飛ぶわけ。あ、ちょっと、じゃあいいですか。それではちょっと正解をお願いいたします。はい、はい、1番の1番、あんたは偉い。いやいや、偉かないけどね、偉かないけど、とにかくね、いや、お土産、いや、あげますね。あんたも偉いわ、ようやつ。はい、じゃあ、正解。だけど、いいじゃない、一人ぐらいね。じゃあ、一緒に、はい、これ、お土産ないと退場しようだよ、もう。偉いな、ほんと、ごくらい。しかし、まあ、世の中には目立ちたい子もいるんじゃない、やっぱり。ほんとに。あー、結構だ。はい、次行くよ。はい。行きますよ、今度。はい。一人暮らしの真子ちゃんは忙しくなかなか洗濯をする暇がありません。うん、洗濯物がたまると大阪のお母さんに電話をかけて助けを求めます。うん、さて、何と言って電話をかけるでしょう。なるほど。1、お母さん、小包を送るからよろしくね。はい。2番、お母さん、着るものなくなっちゃった。うん、3番、お母さん、私、すっぽんぽんなのよ。これでは、さあ、さあどうでしょうか。1番、2番、3番、お母さん、あ、着るものなくなっちゃったら、すっぽんぽんか。幼稚園時代人差し指を見張り縫うという大怪我をしました、はい、一体なぜ指を切ったんでしょうか、うん、1番、はい、悔しいことがあって自分で噛み切った、うん、2番、たくあんを刻んでいてついでに指まで刻んじゃった、うん、3番、団地のドアで挟んだ、うん、さあ、1番、2番、3番、さあ、どれか1番か2番か3番か1番、2番か、お、お、大仏だ、大仏が分かるよ、お前、イエスか。1番、2番、2番がいらして3番にいっぱい。正解は、はい、あの団地のドアで3番が正解です。おめでとう。1番サビストですよ。一応だよ、これ惜しかったね。はい、はい、じゃあよし、はい、じゃあ退場を待ちます。頑張っていきますね。なかなか退場者来ないですよ。まだ退場者が絶対出る問題です。ご用意いたします。はい、これからはね、私とナオコちゃんがじゃんけんをします。あ、これはいいですね。